レボリューショナリーニューっていうのは起きる可能性があるかないかという問いに対してはそれはあるでしょうね。浅草のこのツーリストセン情報センターは僕らは単にこれは浅草っていうものに対する回答ではなくて、これから その日本の都市の建物の一つのモデルになってほしいという思いを込めてデザインしたんですね。 As you grow older, I think you need less space. And your dining room, living room, bedroom actually turns out to be just one space. これは実際にこの間、実現したハウス N という住宅ですね。ここで提案したこうグラデーションのようなですね。日本の建築の学生は、大変その情報についてはよくリサーチをしてるんですけれども、本当に自分が何をやりたいのか、そして、自分の思想はどうなっているのかということをほとんど考えていないと思います。建築の未来ですけれども、おそらく現在のリメイクや非常にこう似たものが長い、おそらくこの先長く作られると思います。最近住宅の設計を頼まれて畳の部屋が欲しいと言われたことはないので、もしかしたら好きなんだけどもなくなるってことはあるかもしれないなと思います。東京の中でも一人暮らし、若い人であれ年寄りであれの世帯はすごく増えているわけで、家族にまとまって住むっていう形態から随分変わってきていますね。Well, I think recessions are a fantastic time for pruning back and going back to basics. When we first arrived in Japan 20 years ago, it was the height of the bubble. そういう消費的なコマーシャリズムの時代は終わって、で、我々はこれからどうするのかと。I think we can work anywhere in the world. Our work is very appropriate to the place, the budget.The client. Rural environments are obviously very beautiful, and we're very conscious that a building is gonna be controversial to start with in the landscape. 21世紀には全然違う考え方の素材が20年後ぐらいには開発されると思います。こういうモデルをできれば100ぐらいのところので作って。